こんにちは、かっちゃんです。今日はこちら、じゃじゃん、見てください。これとめばあちゃんの駄菓子屋本店とか、こういう感じのクレーンゲームとか、これね、この前ね、僕じゃないんだけどさやちゃんがやっててすごい楽しそうだった。なんかポーンって打って景品ゲットみたいなやつとか、こんなに面白い、なんかレバーとかのちょっと変わったやつとか、クレーンゲームを倒した感じの、こう掴む感じのクレーンゲームみたいな、いろいろあるので、今回はこちらをやっていきたいと思います。今回なんですけど、この変わったクレーンゲーム、それぞれ全種類やって取れるまでやり続けます。どれが一番取れるのかやっていきたいと思います。それではいきましょう。それでは早速、まずこちらからいきましょう。これはね、こういう風に穴に通すってやつですね。こういう穴が大きいやつ狙うとすごく取れやすいんですけど、その代わりなんかちょっとあんまりいい景品じゃなかったり、穴ちっちゃいやつの方がいい景品だったりするんですよね。何が当たるか分かんないんですけど、僕がなんとなく欲しいのはこれかな。チュッパチャップスのこの缶が可愛いからこれ欲しい。あの紐がピヨーンってしてる位置的になんとなく、うわ、これかな。このちっちゃいピンクの丸かなって思うから、ちょっと難しいな。これ結構僕苦手なので、一番手前のオレンジ入れてみるか。これでは行きます。1回目難しいよこれ。まあ一番ここだから狙いやすいっちゃ狙いやすそう。はい、行くぞ。あ、見えない。あ、早かった。横移動の方が早いね。うわー、ちょっと横移動早かったからな。オッケー、次。じゃあ中くらい狙おう。このミッキーみたいなピンクのやつ狙ってみようかな。いきまーす。ここでしょ。ほい、どう？いくぞ。見えなくなるんだよなこれ。このヘント、うわー、あー、ちょっとねこれ早めに止めた方がいいかも。少しねスルンっていっちゃう。やっぱ難しい。300円目いきます。いくぞ。この上下は大丈夫なはず。ほい、で横なんだよ本当に。早めに止めよう。早めに止めるよ。はい、はや、あ、マジ早いじゃん。いや下手くそえ、意外と早くなくていいのかな。この穴ぐらい入れれないとダメだよね。お願い、さすがにそろそろ。おい、あー、ちょっと高い。ここでしょ、さすがに来る。ええめっちゃ惜しい。うわー、惜しすぎ。1台目でこの苦戦。うわー、もう500円目。うわー、やばいなー。いやでもここでオレンジに妥協すんのやだから、これね、もうさっき惜しくなってたから。いくよ。オッケー、いいよ。ここ。うわー、マジやばいじゃん。入れたくなってきた。ここまで来たらこんなにむずいもん。ちょっと斜めってきてるから難しいってあるんですよね。斜めってる分横幅がシビアだから他を狙います。とは言っても結構斜めってるな。いやー、妥協してオレンジ行くのもな。ラストやって入んなかったらオレンジ行くよし、行くぞ。来たでしょ。来た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 。イエイイエイ。うわうわ、チュッパチャップス。うわ、イエイ、ゲットです。やったこれもっと練習して極めたいですね。それでは続いてこちら行きます。これね、さやちゃんやってたからわかるかもしんない。僕チップ狙おう。でもこの扇風機めっちゃ持ってるんだよな。どうしよう。僕の好きなチップ、ほい、これ左に移動。よし、いけいけ。え、1プレー、待って、やっとワンプレーゲットです。これね、さやちゃん2プレイでいつも取ってて、2回さやちゃんやってたんだけど、2回ともこの同じ景品2プレイで取ってたから、やったー、嬉しい。これはすごいぞ。じゃあ次行きます。
次はこちら。やったことないんだよな、これ。何にしようかな。この猫ちゃんのハンバーガーのスクイーズにしようかな、僕は。高さを決めて、横に移動して、下がって引く。まあ、やってみましょう。1プレイ目。これだね、僕の操作するやつは。上に行きます。上。おお、細っ。ほい、こんぐらいじゃない？で、横に行きます。僕ね、オレンジの子がいいんだけど、引っ掛けられるかな、オレンジの子。もう一回だけ狙ってみるか。オレンジの子。やっぱハンバーガーといえばオレンジじゃない？いけ！高すぎ？え？ストップある？ストップ。来い！うわぁ！ストップはないのか。でもオレンジ手前来ましたね。2プレイ目。もう少しきつめで行っていいのかな？って言ってもちょっと怖いから、余裕は出したい。早い！うわ、どうこれ？どう？ギリギリ？はい。あ、いいんじゃない？止めたい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 。止められない。来い、オレンジ狙い、オレンジ狙い。おおおお、やったー。ゲットです。待って、めっちゃふにゃふにゃ、めっちゃふにゃふにゃ。これはお家で紹介します。これシールドないんですね、同じタイプ。ほら、でもこっちはちょっと反り返ってて、手前がストッパーになってるから。それではラスト、僕が好きなこちら、何回もやってる。ワンプレーで取れればね、いいんですよ。どっちが欲しいかな。欲しいやつ狙おう。ではこれが欲しいので狙います。チップとデールのケース。これ僕ね、100円でも取ってるし。あ、ミッキーがいいな。ミッキー可愛いじゃん。上ね、まず最初上、上移動。こんぐらい行くよ。横。このミッキーめっちゃ可愛くない？結構いいと思うんだけど。はい。あー、斜めってる。やばいやばいやばい。取れる。斜めっても取れる。やったやった。引っかかってます。あ、本当だ。取れない。ゲットです。やったー、100円ゲットっていう感じで、今回の結果、100円ゲットがこの台、そしてこちらですね。でもこれ、さやちゃんね、2回連続2回かかってたから、1回で半分進んで、もう1回でやってた。多分僕ね、箱の上の方当てたから行ったんだと思う。下の方当てると2回ぐらいかかっちゃうのかな、わかんないけど、だと思います。一番お金かかったのこれだね。結構実力系なもの。でもなかなかいいのが取れたので、今回結構たくさん取れたので、お家に帰って紹介します。